ハンプトンローズの衛星写真、ハンプトンローズ、バージニア州公式地図ハンプトンローズは、バージニア州南東部の海域及び、それを取り囲む陸域両方の名称である。ハンプトンローズは、不当湾として、また、アメリカ海軍、空軍、陸軍及び NASA の施設、造船所、球炭桟橋、何百マイルにも及ぶウォーターフロントの施設や海岸で有名であり、 これらは地域経済の多様化と安定に大きく寄与している。ジェームズタウン及びウィリアムズバーグといったバージニア初期の入植地が築かれたバージニア植民地の歴史の始まりの場所でもある。ハンプトンローズと呼ばれるとして知られる水域は世界でも有数の天然湾であり、エリザベス川川口とジェームズ川河口を含み、いくつかの小さな川が流れ込む。 そして、ハンプトンローズ自体が、チェサピーク湾へ流れ込み、大西洋に通じる。陸域は、バージニア州南東部の角の部分にあたり、北部のバージニア半島と南部のサウスハンプトンローズからなる。この地域は、タイドウォーターバージニアとも呼ばれるが、タイドウォーターバージニアは、正確には、ハンプトンローズよりも、北部を含むバージニアの海岸部の平のすべてを指す。 ハンプトンローズに含まれる、チェサピーク、ハンプトン、ニューポートニューズ、ノーフォーク、ポーツマス、サフォーク、バージニアビーチの7つの主要都市は、セブンシティーズと呼ばれる。これらの都市は、ハンプトンローズベルトウェイで結ばれている。この地域は他にフランクリン、ポコソン、ウィリアムズバーグといった独立都市、多くの郡や町を含む。ハンプトンローズ都市圏の人口は約170万人で、あり。 アメリカ合衆国で33番目の都市圏を形成する。また、メジャーなプロスポーツチームを持たない最大の都市圏である。ありがとうございます。